皆さんこんにちは、ワンダルケルフィッシュです。では今回は、ハーツオブアイアンフォー、カイザーライヒ、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。カイザーライヒは、第一次大戦で、ドイツが、勝利したという仮定のシナリオのもとに進むモッドなんですけども、すでに1945年10月現在、ドイツは、滅びてしまっている、分裂してしまっているという状態です。一方、ロシアがですね、だいぶ大きくなってきていて、ロシアに対して、開戦を行った日本なんですが、かなり厳しい状態です。日本に味方してくれているのは、大東亜共栄圏として、フィリピンのみですね。厳しい状況の中、フランス、イギリスとした第三インターナショナル。これがロシアと先端を開いてくれたおかげで、もしかしたらっていうところでね、可能性が出てきているところにはなります。ただ、イギリスがですね、なぜか謎にアメリカ、カナダと戦争状態になっていて、ロンドンが陥落しているという、イギリスがちょっと戦力として考えづらい状況というふうにもなっていますので、このあたりもしっかり頭に入れてですね、プレイの方を進めていきましょう。では、時間を進めていきます。舞台の一部はですね、このフィンランドの戦線に送り込んでいまして、このフィンランドの戦線もね、結構苦戦を現状しているところなんですよね。なんとかこのフィンランド持ちこたえてもらいたいなというふうには思っています。このあたりは、うまくいくかどうかっていうのは、いかにスムーズにね、物資やら軍やらを送り込んであげられるかっていうところにもかかってくるかと思いますので、優先的に新兵はここに配置していきましょう。そして、なんといっても、核ですね。この核攻撃がうまく決まるかどうかっていうところもすごく大きいので、今、核作り始めているところなんですけども、それに先行してですね、この戦略爆撃機、早速生産を開始して配置していきたいと思います。この戦略爆撃機がないとですね、そもそも、核を落とすことができないということになるので、戦略爆撃機を作っていきます。はい。法典政府が大東亜共栄圏に加盟してくれましたね。これで、どうでしょう。ロシアとの戦いに法典政府が加わるということになると思うんですけども、その法典政府がどれほど当てになるかというのは、完全にクエスチョンですね。むしろ法典政府が壊滅して、一気にロシアがなだれ込んでくるなんていうことになると目も当てられない状況にはなりますよね。ただ、そうは言っても参戦要請はしたいと思います。頼む。さあ、開戦しましたね。あとは、この法典政府、の戦いに期待しましょう。あと、フィンランド方面に派遣していた第一アジア軍、これを呼び戻します。第一アジア軍を使ってですね、中国を交えた戦線を有利に進めていきたいという思いですね。ただ、パッと見、すでに、戦線厳しいほころびが出始めているようにも見受けられるので、なんとかね、しのいでもらいたいところと同時にですね、核をもう撃っていくっていうところも使っていきたいと思います。核を撃っていきましょう。どこに撃っていくかっていうところだけですね、あとはね。では、しばらくこの中国軍の、参戦による、いいことが起きるのか悪いことが起きるのかというのを眺めておきたいと思います。現ロシアと現中国という、超大国同士の戦いが、起きていますが、概ね良好に推移してそうですね。なんといってもロシアはね、これで西に東に、そして、南にと敵を抱える形になりましたからね。ただ、フィンランドから部隊撤退させたことによって、フィンランドがこのまま行くとロシアの軍門に下ることになりそうですね。そうすると、いわゆるバルト三国、スウェーデン、ノルウェーなんかも危ないと思います。しれっとですね、法典政府が中華民国に変わっています。
まあ、変わったからといって、その中華民国が大東亜共栄圏から外れるということはありませんので、まあ、日本からすると何も変わらずというところですね。さあ、第一アジア軍ですね。画面の左側の方に到着しつつあります。まあ、厳しかった戦線も少し、好転してきそうな気配があります。ここでヨーロッパの状況を見ておきましょう。ヨーロッパですが、フィリピンの戦線ですね。まあ、かろうじてヘルシンキを死守しているという状況で見えますね。まあ、この状態を維持しつつですね、まあ、中国と連携して、アジアでまずロシアに勝利するというところからですかね。核に関しては、マップのここ、一番上に出てますけども、3発、もうすぐ4発目保持するというところです。まだ使っていません。核を撃つ局面が来れば、まあ、もちろん容赦なくというかね、躊躇せずに撃っていきましょう。こうやって見ていると、まあ、極東、アジア、満州近辺でも、日本軍が、まあ、少しずつですけども、戦線を押し返しつつある状況あるので、まあ、すべての戦線において、まあ、優勢に戦えているというところですね。グリーンになっているところに関しては、まあ、その局地戦に関して有利に進んでいるというところなので、戦線全体にわたってグリーンが、まあ、目立ってくればですね、それすなわち、全戦線で有利に戦えているという状況になると思います。まあ、現状は、まあ、一進一退、ややグリーンが目立ち始めてきたかなというところなので、まあ、この後ね、さらに期待が持てる戦いになるんじゃないかと思います。で、空軍による制空権奪取状況なんですけども、ご覧のようにですね、モンゴルから満州、さらにシベリア東部にかけて、戦線の全域で制空権取れてます。まあ、これは、航空機の開発、急ピッチでね、行ったというのが功を奏した形になっているかな、というふうに思いますね。続いて、戦争への貢献度を確認しておきます。これ、戦後に重要になりますからね。一気に中国が 5% まで上げてきましたね、数字を。それに相反して、日本が少し下がってます。今まで日本は 20% あったんですけど、これが 18% まで下がっているので、まあ、どっかでやっぱり、もうちょっと日本軍による活躍をしてですね、戦後を睨んだ、まあ、影響力というものを出しておきたいなというふうには思いますね。はい。では、アジアの戦線もだいぶ好転してきたところで、まあ、今回ほとんど実況していないんですけども、時間はかなり進みましたので、ここまでにさせていただきたいと思います。まあ、核はまだ使っていない中、6発保有しているという状態です。ここぞという局面出てきたらですね、まあ、それは使っていければいいのかなというふうには思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。